こんにちは、キコです。今日もインドからお届けします。なんだろうな、今日の朝からね、なんか木の花咲夜姫がすごい来てるんですよね。で、メッセージをねすごい伝えてくる感じがあるので、ちょっとチャネリングして何を言いたいのか、メッセージを下ろしたいと思います。じゃあ、木の花咲夜姫、レムリアのこと伝えてるみたいなんだよね。木の花咲夜姫ってレムリアだったっけ。富士山とかさ、やっぱそのあたりがすごいこう、なんていうのかな、ビジョンですごい来るんですよね。富士山、木の花咲夜姫、そしてレムリアっていうのがすごいキーワードできますね。なんかね、私もやっぱそこにいたのかなと思うんですけど、私さ、富士山の浅間神社で結婚式あげたりしてるんですよね。あと富士山とかさ、あの川口湖の方で住んでたことあるんですよ。中井さんやってた時あって知ってるかな、ブログに書いてあるんだけど、中井さんやってて、それで富士山ってさ、普通登る時って5合目からバスで行ってさ、5合目あたりから登ると思うんだけど、中井さんやってた時に0合目から登った、浅間神社から入って川口湖にさある、浅間神社があるんだけど、そこからもう歩いて頂上まで行って、頂上から降りたことあるんですよね。だからまあトータル多分48時間ぐらい寝なかった、なんか記憶にございませんみたいなあれなんだけど、48時間もかかってないかな。でもそういうことがねあったっていうあれね、そう、あら、もうちょっとそんな鳴らさないで。ちょうだい、そうそうそう、だから木の花咲夜姫がものすごく来てます。あ、ちょっとやめて、今お母さん動画撮ってごめんなさいね。 あっちでやってそうにするね。ふにちゃん、もうやり方違うしそう、とにかくちょっとね、こういう感じで今来てるんですよね。だからまあ結構やっぱり縁があるというかね、そっちの方のエネルギーとやっぱ関わりがあるのかなって思いますので、ちょっとつながってみますね。木の花咲夜姫、じゃあ、木の花咲夜姫とつながります。今伝えたいメッセージをお願いしますっていうのかね。まずよくつながってくれましたねっていうことを言っていて、待ってます待ってます。そして今本当こうレムリアの復活というかね、過去のこのレムリアの英知とか、レムリアで、いた人たちみたいな、なんかそういう人たちが今集結していますみたいな、集結する時ですみたいな感じですね。でそれによってそのレムリアのエネルギーとか、なんかこういろんな点と点がこうつながって、そのエネルギーがこう増幅する時みたいなんですよね。でこうね、火がつくというか、こうイメージがねすごいきてるんだけど、火がね一人一人にボッてこうボッ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 ってさ、一人一人の中にこうボッと火がつくみたいなんですよ。それによってその火がずっとこうなんていうのかな、消えないというか、ずっとそのエネルギーっていうのはもうこれからも絶やし続ける、その種火みたいなのが今からもうすぐつきますよっていうようなことを言っている感じなんですよね。で、私は本当にこの時を待っていましたっていうさ、すごいそういう感じのこと言ってますね。そして、今この話が少しでも響く方っていうのは、あなたもそこの時にいたんですよっていう、それを思い出してください。そして、一人一人がそのこうレムリアとか、そのなんていうんですかね、スピリチュアルな時っていうのを、生きてきた魂の系譜っていうのが魂に刻まれていますので、そこにアクセスをしながら自分自身の本当の自分として生きてください。本当の自分に目覚めてください。本当の自分の
力を使ってくださいみたいな感じですね。で、その日本の中の神様とか、まあ、私は今インドにいますけど、インドにいる神様とかさ、そこのこう 集合というか、なんていうのかな、融合して、で、まあ、その日本とかこうインドだけじゃなくてね、いろんなところの神様とかが融合して、まあ、本当にこう総動員みたいな感じで、結構大きなことが始まっていきますので、なんていうのかな、楽しみにしててくださいみたいな感じかな。なんで今私にこういうメッセージが来たのか聞いていますね。なんで私のとこにそういうメッセージが来たんですか。もうあの私のこれ見てる人たちにメッセージが必要なんだって。私にももちろん必要なんですけど、見てる方たちにメッセージが必要だから、あの今下ろしてるんですよって、あのだからあの他人事のようにさ、何の話みたいにさ思う方いるかもしれないんですけど、すごいんです。すごいというか、なんていうのかな、あなたにも他人ではなくあなたに関係があることなんですよっていうことを言ってます。あと何か言いたいことあるのかな。本当なんか涙流してる感じするんだね。嬉しいみたいなんですよ。すごくこの時が来たんだなっていうのはね。そうなんだ、よかったね。なんかやっぱりこう大変だったのかな、この昨夜夢。大変だったのですか。まあこの時を待ってたっていう感じだみたいなんだね。やっぱりこういろんな時代があったり、そうだね、いろんな歴史の時代とかもずっと生きているというかね、まあ、こう祀られてたりして、みんなが信仰したりしてね。だけどこの花の咲夜姫自体の解放でもあるみたいなね。よかったね。なるほど、解放されていくっていうところだから、私たちの解放、私たちが目覚めていくこと、私たちが自由になっていくことが、まあ、この花の咲夜姫とか、まあ、いろんな神様たちの解放でもあるみたいなんですよね。やっぱりこう役目としての役目が終わったみたいなこと言ってるな。そうなの、終わるってどういうことですかね。やっぱり今までこう祀られてたり、自分の神様ってこういうものっていうさ、あの結構くくりになっていた、だからそれに全うするような感じが多かったんだけど、の神様たちもこう自由になって、自分を生きる時みたいな、そういうこうなんていうのかな、宴というか、あの喜びとか楽しみとか、神様たちもそういう感じのところが今 あるみたいなんですよね。私たちと共に解放されていく形にさ、決まりきった形でさ、神様はこうあるべきみたいなところね、やっぱりこうがんじがらめになっていたようなところが、なんていうの、あのきっと神様とかってさ、あの自由ではあるんだけど、やっぱりこうあるものっていうさ、あのなんていうのかな、一辺の部分っていうの、こういうのがあったとしたら、ちょっとだけ少しの部分をやっぱりみんなに見られて、そこだけを信仰されてたりするから、もっとやっぱり大きな存在で、あのもっと自由な存在で、もっとこう明るくて、あの陽気だったりするからね。そこを本当に、まあ、神様たちも解放解放っていうのこれ、まあ、あのそういう感じでこれからあの自由に楽しんじゃおうみたいな感じで言ってるのかな。ありがとうって言ってますね。分かったかな。一人一人がだから、まあ、レムリアとか、そういう何ですかね、レムリアなのかな、やっぱりそこに関わってた人たちの、まあ、本当にこう火がポッと、最後の火をポッとつけて、あの神様たちも自由になっちゃうみたいなじゃあ一緒に遊んじゃおうかなみたいなね、そういう感じだよねはい、まあすごくやっぱり嬉しい、この時を待ってたっていう感じですから、まあ、一人一人にねそれだけの力があって、まあ、今が本当に解放の時であって、自由に生きる時であって、あのそういうことがあのこう水面下っていうのかな、分かる人たちにはもう分かってるのかもしれないけど、そういうのが始まってきてますから、自分にもまあちょっと自覚を持つというかもしれないね。だからこう自分はできないとかさ、あのなんていうのかな、
自分なんて他の人はすごいけど私にはできないとかさ、私は小さな存在だって思ってる時じゃないからね、うん、本当にそういう本当の自分を認めて、うん、思い出すっていうのは、思い出すことっていうのはさ、うん、感覚でしかないことだから、あのバーンってこう思い出すっていうよりも感覚で認めるみたいな、感覚でそうかなと思ったらそれ認めるっていう感じだと思うんですけど、うん、それやっていけばいいんじゃないかなと思いますね。本当にやっぱりこう念願、いろんな人たちの念願だったみたいなね、こういうことっていうのはね、はい、まあ、このメッセージを伝えたかったみたいなので今配信しました。なんかね、必要な人に届くといいなと思っています。ではでは。